カラースタイルライター2500カラースタイルライターはアップルコンピュータがかつて販売していたインクジェットプリンターシリーズの総称であるカラースタイルライターと呼ばれるモデルはカラーインクジェットプリンターのシリーズのみであるがこのコーデはスタイルライターまたはその他の名称で呼ばれるモノクロインクジェットプリンターも含めて解説するスタイルライターは レーザープリンターであるレーザーライターシリーズより安価なプリンターとして一般消費者向けに1991年から販売される。1993年以降はカラープリンターとしてカラースタイルライターの販売も開始されたが業績の低迷していたアップルに復帰したスティーブ・ジョブズが事業を整理しアップル製プリンターの販売は終了した。 本体デザインは当時のマッキントッシュと統一されたものとなっており、プラチナホワイトの筐体にアップルのロゴマークとモデル名が目立つ位置に表示されている。アップルの純正プリンターとしてドライバも標準添付されていた。また、電源ボタンやインジケーターも最小限に抑えられており、操作性もシンプルなものとなっている。インクジェットの方式はサーマル方式。 カラープリンターのインクカートリッジは、ブラックシアンマゼンタイエローの4色だが、ブラックのインクタンク以外は3色1セットになっているタイプである。なお、多くのモデルはキャノン BJ プリンターの OEM 製品であり、インクカートリッジなどは互換性があった。一部のモデルは、アップルとバンダイが共同開発したマルチメディアキピピンアットマークに対応しており、 文字やイラストをプリントすることが可能である。スタイルライター21991年、スタイルライター1993年、スタイルライター2ポータブルスタイルライター1995年、スタイルライター1200カラースタイルライター45001993年、アップルカラープリンター1994年、 カラースタイルライタープロカラースタイルライター24001995年カラースタイルライター22001996年カラースタイルライター1500カラースタイルライター25001997年カラースタイルライター4100カラースタイルライター4500カラースタイルライター6500ありがとうございます